皆さんこんにちは。今回はローテータカフ回旋筋腱板についてやっていきたいと思います。まあ一度は聞いたことある名前かなとは思いますけれども、このローテータカフ4つの筋肉に分けられます。棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋に分けられてきます。じゃあ一つ一つを見ていきたいと思います。まず棘上筋ですね。起始は棘上下、そして、停止は大結節、そして作用としては外転外旋、外転とそして外旋ですねの動きを持ちます。そして次、棘下筋はですね、肩甲下が起始で停止は大結節、そして作用としては外旋、そして水平外転、水平外転というのは水平伸展のことですね。水平伸展、水平外転、手を横にした状態、まあ外転90度の状態で伸展させる、これ水平外転だったり水平伸展って言ったりします。じゃあ小円筋、肩甲骨の外側縁ね、が起始、静止は大結節なのでこれも外旋の動きに作用します。そしてもう一個、肩甲下筋ですね。肩甲骨の後ろ側、まあ後ろ側って言っても要は前側ですねについているのが肩甲筋です。起始としては肩甲下、静止は小結節なのでこれ逆ですね。作用としては内旋、そして水平内転、まあ、水平屈曲のことですね。水平内転という作用を持ちます。この4つのローテーターカフですけれども、やっぱり肩の動きにとても関与してくる筋肉たちなので、とても負傷しやすい、怪我しやすい、特に棘上筋ですね。棘上筋が一番怪我しやすかったりします。腱板断裂って言ったりとか、ね、あとは四十肩五十肩にもとても関与してくる筋肉でもあります。じゃあなんでこのローテーターカフっていう特殊な名前がついているのかというとですね、肩関節っていうのはすごく可動域の広い関節です。ですので普通の肘とか指、膝みたいな関節とは違って、関節を固定するための靭帯がありません。なので筋肉で肩関節を保持しなければならない、肩甲骨と上腕骨をしっかりと結合させなきゃいけないんですよね。ただ靭帯があると動きが悪くなってしまう。なので筋肉によってこれを結合してくれている、その結合させるための筋肉たちがこのローテーターカフになります。なのでやっぱり動きもとても使えますし、負傷しやすい、怪我しやすい筋肉たちでもあります。ではじゃあ直進の方をやっていきたいと思います。回旋筋腱板ローテーターカフは4つの筋肉からできています。1つ、棘上筋、棘下筋、そして小円筋、そして肩甲骨の内側にある肩甲下筋という筋肉の4つからですね。じゃあ1つ目、棘上筋は肩甲棘の上、棘上下と言われるところからついてくる筋肉ですね。棘上下から大結節まで来る筋肉です。では2つ目、棘下筋。棘下筋は肩甲棘を境にし、次は下側ですね、棘下下と言われる場所が起始になります。そこからこれも大結節まで伸びてくる筋肉になってきます。3つ目、小円筋は肩甲骨の外側縁ですね。肩甲骨外側縁、外側縁からまたこれも大結節まで伸びてくる筋肉です。そして肩甲下筋、肩甲下筋は触りづらいんですけれども、肩甲骨の内側ですね、後ろ側、肩甲下下と言われる場所から前を通って小結節ですねに伸びてくる筋肉になってきます。ですのでこの筋肉たちを触診するとしたら、棘上筋、棘下筋、で小円筋、
で肩甲下筋に関しては肩甲骨の後ろ側に手を入れてあげると触れる筋肉になってきます。肩関節を安定させる筋肉なので、この筋肉たちが硬くなっていると肩関節の可動域が悪くなったりしますので、しっかりと触れるようになりましょう。